これが再現されただけの偽物。ああ、まさに本物としか思えへんな。なんちゅうか、空気の匂いまで同じって感じや。シオンの家って言ってましたけど、やっぱり教会の建物なんでしょうか。教会が運営しとる福音施設、ま、修道院に近い孤児院みたいなもんや。そうだったんですか。それじゃあケビンさんってもしかして。ああ、孤児っちゅうやつや。ま、いろいろあってここの世話になったんやけど、それにしてもここに帰ってくるんはちょうど5年ぶりくらいかな。ケビン。いずれにせよ、第七清掃への手がかりはここにあるはずや。まずは敷地の中を一通り調べてみることにしよう。うん、そうだね。ここは飲み水を汲んでた井戸やな。今時動力ポンプもなくて縄付きの桶で汲んでたからめっちゃ大変やったで。うん、あれはすごく大変だった。冬の朝は手がかじかんで真っ赤になったし、でも今にして思うと結構楽しかったかも。確かに。シオンの家の居間、食事などに使われていた場所です。ま、テレサ先生のとこみたいにあったかい場所やなかったけど、ここの院長、めちゃめちゃ厳しい頭の固いばあちゃんのシスターでな、毎食毎食お祈りばっかさせて言いつけ破ると小言と折檻やったで。ケビンは自業自得、言いつけを破ってばかりで先生には苦労ばかりかけていた。ま、確かにそれは認めるわ。ここは厨房、年長組が料理をしてた場所や。リースがよくつまみ食いに忍び込んでた場所でもあるな。ケビン、リースさんかわいい。お姉さんかわいいわね。もう皆さんまで。ま、それはそれとして、ここはルフィナ姉さんの縄張りでもあったかな。俺とリース、他のチビどもにあったかい飯を作ってくれて、姉さんが騎士になってからは俺とリースが引き継いだんやったか。うん、懐かしいね。ケビンが勝手に出て行ってからは私一人でやってたけど、思い出したらなんだか腹が立ってきた。今すぐここで何か作ってご馳走してほしい気分。
わかったわかった、機会があったら腕によりをかけて作ったるわ。ケビンの約束ほど当てにならないものはない。あんまり期待はしないで待ってることにする。へえ、かなわんな。院長先生の部屋。ああ、そやリス、その後院長先生は？うん、あの時の怪我はもう大丈夫。でも引退してからはやっぱり元気がなくって、ケビンにすごく会いたがってたよ。そっか。ここは子供部屋、チビたちが寝てた場所や。俺も引き取られた直後はここに寝かされてたっけな。うん、でもケビン他の子に全然懐かなくて、姉様なんとかなじませようとすごく苦労してたよ。あ、そうやったな。ほんま、あの頃の俺はハリネズミみたいで可愛くないクソガキやった。お前が平気で近寄ってきたのが不思議なくらいやったで。トゲトゲしてるのは強がりだって分かったもの。最初姉様がチョコレートを食べさせた時なんて。ストップ、その先は禁足事項や。な、何があったのかな。ここは男子の部屋。俺も10歳くらいからはこっちに移ってたな。原則的に男子と女子はお互い立ち入り禁止やったけど、お前平気で入ってきたよな。あれはケビンのせい。掃除当番の朝も平気で寝坊してるから。そんな扉叩いて声をかければ済むことやんか。それだと他の子まで起こしてしまうもの。やっぱりケビンのせいだと思う。へいへい。こっちは女子の部屋やな。ルフィナ姉さんがずっと寝起きしてた場所か。私は時々姉様と一緒に寝てたかな。姉様のベッド、あったかくてとってもいい匂いがして、姉様がここを出てからは私が使わせてもらってたし、羨ましい？せやな、あの頃は確かにちょいと羨ましかったわ。なんだ、もっと焦ると思ったのに素直すぎてつまらない。あのな、この扉は通用口で内鍵しかついていないんです。礼拝堂に入るんやったら正面の扉からしかなさそうや。やっぱりな、鍵かかってるみたいだね。ああ、まあいい、他も調べてみよう。何もなかったね。あるとしたらやっぱり礼拝堂。ああ、ケビン。なあリス、あの日礼拝堂の当番は
お前だったそうやな。え？このシオンの家、最後の日、ルフィナ姉さんが死んだ。ケビンさん。俺あの事件の後、院長先生を見舞った時にそう聞いたんやけど、どうや、合ってるか？うん、その通りだけど。そっか。ならリス、懐かポケットを調べてみろや。礼拝堂の鍵入ってるはずやで。現実になる世界、その法則が働いたわけね。ま、俺もさすがに自信はなかったけど、今までの領域は全て必然のあるものが選ばれてた。その意味ではリース、お前がここに来るのもやっぱり必然だったわけやな。そんな、でもまだ信じられないけど、これは確かに礼拝堂の鍵。とにかく使って中に入ってみましょう。ああ、リズ、一つ言っておく。その扉を開いたら、もう後戻りはできへんぞ。あの日起こった真実をお前は全て知ることになる。その覚悟はあるか？望むところ。この5年私はずっと納得いかなかった。あの後、私を含めたみんなは他の施設に引き取られて、獣騎士の修行に入る前にここに行ってみたら、すでに取り壊されていて。だからとっくに覚悟はできている。何よりも姉様とケビンに近づきたいと思っているから。そっか、わかった。とっとと中に入るか。さんたち、レンたち、お外で待っていた方がいいのかしら？いや、できれば一緒に来てくれ。ある意味君たちにも関わりのある話やからな。何者かに雇われた両兵団がこのシオンの家を占拠したな。あリス、お前その時のことを。私は突然、黒い男たちが門を破って入ってきて、みんなを縛り上げて先生を2階に連れて行って、それで気づいた時は町の病院のベッドやった。そこで俺とルフィナ姉さんが助けに来たことと、そして姉さんが殉職したことを聞かされた。そんなところか。うん。ねえケビン、あの事件は一体何だったの？教会に敵対する何者かの仕業だって聞いたけど。ケビンとはあれから一度も会えなかったし、セルナート教官に聞いても全然教えてくれなくて。ま、総長の立場になるとさすがに簡単には話せへんやろ。
まさかこの施設が封印指定されたアーティファクトの目くらましに使われてたなんてな。ここや。封印指定された古代遺物、まさかこの下には。その通りや。この下にはグランセル大聖堂の地下にあったのと同じ場所、古代遺物の封印に使われる始まりの地がある。あの日、覚えてるとは思うけど、俺とルフィナ姉さんは久々に帰省する予定やった。それぞれ別の任務についてたから、一旦街で合流してから一緒に帰るつもりやったんや。だけど姉さんの乗るはずやった列車が遅れて、俺だけ先に到着したところでその知らせが飛び込んできた。お前とチビたちが危ない、そう思った俺は単独行動で占拠していた両兵の掃討を決行した。正直レンドは大した連中やなかった。重騎士程度の俺でも一通りの連中を無力化してチビたちと先生を解放できた。だがそこにお前はおらへんかった。チビたちから両兵の一人が気絶したお前を運んでどこかに向かったと聞いて、手当たり次第に探した俺はなんとかこの場を探り当てた。なあリス、お前気がついた時リボンをしてへんかったやろ。うん。でもどうして。お前のリボンがな、あの隠し扉の前に落ちてたんや。まあ新しい足跡もあったからなんとか気づくことができたわ。そしてお前を運んだ両兵を追って俺はこの場所に置いていった。なあリス、初めて会った時俺がどんなだったか覚えてるか。うん、私はまだ小さかったけど不思議とあの時のことは覚えてる。あの時のケビンは全てに絶望した目をしてて、正直ちょっとだけ怖かった。この子は一体何を見てきたんだろうって。何を見てきたか、どうやら姉さんは知っとったみたいやけど、あの時な、俺自分の母親を殺してるね。殺したってのはちょいと大げさすぎたかもな。見殺しにしたってのが正確かもしれへん。もともとうちは母一人子一人の家庭やった。親父もたまに顔を見せたけど、どうやら他にちゃんと家族のいるどこぞの金持ちだったみたいでな。
でもそんなは関係なしに、俺は母ちゃんのことが好きやった。この言葉遣いを近所のガキどもにからかわれたこともあったけど、大抵ボコボコにしてやったしな。料理好きで温かくて自慢の母親だったんや。でも7歳の頃、母ちゃんは親父から捨てられた。もともと心の弱い人でな、みるみる元気がなくなって体の調子も悪くして、俺いろいろ頑張ったんやけど全然元気づけられへんかった。そしてある冬の日やった。母ちゃんが寝てる俺の首を絞めてきたんは。ごめんな、ごめんな、ケビン。でもお母さん、もう疲れてしもうたんや。だからな、ケビン。このまま、お母さんと一緒に。ま、苦労させるくらいなら一緒に楽になろうって話やろ。でも俺はそれには付き合えへんかった。夢中で母ちゃんを突き飛ばして雪降る街に裸足で飛び出していった。母ちゃんのしたことの意味もわからずに、ただただ混乱して小一時間さまよった。そして腹も減って母ちゃんのことが気になって、恐る恐る家に戻ってきたら、すまんな、しょうもない話を聞かせて。せやけど多分その時なんやと思う。俺の中に成婚が刻み込まれたんは。ちょうどここで俺は気絶したお前を運んできた良平に追いついた。まさか邪魔が入るとは思ってへんかったんやろな。焦ったそいつはあっさりと銃を落としてそこの台座へと駆け寄った。そして台座にあったのはロアの魔槍と呼ばれる封印指定された古代遺物やった。の魔装、手にする者の肉体を化け物に変えてしまう槍。正直女神の秘跡のもとに作られたとは思えへん代物や。そして追い詰められた良平はその魔装を手にしてしまった。圧倒的やった。肉体の構造ごと変化して異形の化け物になった良平の前に、俺はすぐに叩きのめされた。そしてその化け物が気絶したお前に魔装を振るおうとした、その時それは起こった。
俺の聖痕は良平が持ってた魔装の力をその場で取り込んだらしい。そしてその力を数十倍に増幅した上で容赦なく良平へと叩き込んでいった。もはやそれは戦いではなく一方的な虐殺に過ぎへんかった。そして化け物になった良平は何千もの肉片にちぎれて絶命した。そして俺は初めて聖痕が現れた。俺はその湧き上がる力に翻弄され完全に我を失ってしまった。駆けつけた姉さんはすぐに状況を理解したらしい。ボウガンと宝剣で牽制しながら俺をリースから引き離して、そして我に帰った時、俺は姉さんの腕の中にいた。体を無数にうがたれながら姉さんは俺をしっかり抱きしめて、そのまま事消えてた。まあそういうことや。俺はルフィナ姉さんを助けられなかったんやない。この俺がお前の目の前にいるこのろくでもない疫病神がお前の姉さんを殺したんや。でもケビンは殺すつもりがなかった。そんなのはただの言い訳や。あの時の俺は聖痕の力に翻弄されて血と暴力に酔いしれていた。俺の心が弱くなかったらこんなことにはならんかったやろ。ケビン、それにな、俺はな、あの時姉さんが自分の母親のように見えてたんや。俺の首を絞めてきた。あの時の母ちゃんと同じように。そして裏切られた腹いせを込めて魔装を叩き込んでやった。どっちも大好きで俺の手で守りたかったのに。母ちゃんとルフィナ姉さんをまとめて殺したも同然や。どうして、もう どうして黙ってたの。この5年間私に一言も話さないで。ああ、ほんま悪いと思ってる。でも話したからには俺にも覚悟はできてるわ。お前にやったら仇を撃たれても本望やし。バカ！おい！ふざけないで、ケビン・グラハム！私が怒っているのはそんなことじゃない！どうして、なんでそんな重たいものを抱えて一人ぼっちで生きてきたの？私に、あなたの家族のこの私に一言も相談しないで、一緒に抱えさせもしないで。リースさん、お姉さん。リース、やっとわかった。
ケビンがどうして下方狩りをしているのか。姉様を死なせてしまった償いのためじゃなかったんだね。もう私にはわかる。償いのためなんかじゃない。罪悪感を消すためでもない。ケビンは、ケビンは。その通り、罰を受けたがっているのさ。あれか。よくぞここまで来た。ここより先は第七聖槽。私が生まれた場所にして全ての聖槽の礎となる場所さ。やはりそうか。その地に通じるのがこの場所であるという意味。どうやら俺の確信は間違いなかったみたいやな。それでは改めて問うとしようか。どうかな、ケビン・グラハム。そなたは本当に私の素顔を知りたいのかな。言うまでもない。とっととその悪趣味な仮面を外してもらおうか。影の王、いや、ルフィナ・アルジェント。いいだろう。姉様。久しぶりね、リース。そしてケビン、よく私の正体を見破ったわね。いや、答えは最初から明らかやった。思わせぶりな言動、そして挑発的なセリフの数々。今まで確信できんかったのは俺が気づきたくなかったからや。そうね、まさか私の最強の騎士を倒してしまうとは思わなかった。黒騎士、いや、検定のことか。一体姉さんとどんなつながりがあるんや。6年ほど前、ある事件で知り合ったのよ。私と彼は対立していたけれど、お互い納得のいく形での落としどころにまで持っていけた。それを彼は借りを作ったと受け取っていたみたいね。なるほど。その借りをうまいこと利用して検定という概念を蘇らせたんか。まったく姉さんらしい裏技やで。褒めても何も出ないわよ。ここまでたどり着いた以上、私の目的は分かっているのでしょ。ああ、覚悟はできている。連れて行くんならとっとと連れて行ってくれ。待って、何を、二人とも何を言ってるの。リス。あなたも分かったのでしょ。ケビンはね、罰を受けたがっているのよ。もしかして姉様は。そう、私はケビンに罰を与えるためにこの地に生み出された存在。そのために私はこの影の国を作り変え、あなたたち全員を迎え入れた。それもこれも全て望んだのはケビン自身なの。嘘。残念やけどその通りや。なぜそうなってしまったのかはっきりとは分からへんけど、姉さんが言ってることが真実であることは間違いない。
おそらく第七聖槍とはこの俺を罰し続けるための血、母親を見殺しにし姉さんをこの手で殺めてしまった俺にふさわしい場所のはずや。そして俺さえそこに落ちればこの事件は無事解決するやろ。そんなのダメですよ。確かに筋は通ってるけど、レンには理解できないわね。ディース！どうしたのリース、姉さんに向かってそんなお板をするなんて。黙りなさい、あなたが姉様のはずない。姉様がケビンにこんなことをするはずがない。リース、ケビン、思い出して、ケビンは私に姉様が悲しむようなことは絶対にしないって誓った。本当にそんなことをして自分一人が犠牲になって姉様が喜ぶとでも思ってるの？どうかしら。確かに私は本物のルフィナではないけれど、限りなく近い存在ではある。ケビンが罰を望むのなら叶えたくなるのではないかしら。そんなことない。本物の姉様ならそんな風にケビンを甘やかしたりしないもの。思い出してケビン、初めて会った時のこと、絶望して自分から消えようとしていたケビンを姉様は決して許さなかった。問答無用でチョコレートを食べさせてこちら側に連れ戻した。俺は驚いたわ。まさかあなたがそんな物言いができるくらい成長していたなんてね。だから黙りなさい。これ以上姉様を侮辱するのは許さない。いいでしょう。そういうことならケビンの代わりにあなたを招待してあげることにするわ。そこで黙って見ていなさい。ディース、やめろ姉さん。ディースは関係ないやろ。これも罰の一つよ。この子があなたの代わりに永劫に苦しむとしたら、さぞあなたの苦しみも一層深まることでしょうね。やれるものならやってみなさい。あら、です。たとえどこに落とされようと私はきっと生き延びる。もう二度とケビンを一人きりにしないために絶対に無事に戻ってみせる。よく言ったわ。それではせいぜい頑張ることね。